皆さんこんにちは、無課金プロスペース研究家のフォルテです。今回は S ランク限界突破コーチは誰に使うべきなのかについて解説をしていこうと思います。こちらはまあ最近コメント欄で質問が多くなってきておりまして、まあだいぶ前にも話もしたような気もするんですが、まあ改めてね、なんかあんまり話してなかった気もするような、まあ曖昧なので、まあ話をしていこうかなと思います。でまあ実際僕がまあ初心者のことを言いますか、あんまり分かってない頃にまあちょっともったいない使い方をしたなっていうね、失敗例などもありますので、そちらを見ていきながら、じゃあどんな選手がおすすめなのかっていうところで、まあ要素をね話をしていきますので、参考にしてみてください。でこのチャンネルは無課金初心者の方向けにプロスピのお得情報などをね発信しておりますので、今回の動画が良かったらぜひチャンネル登録、グッドボタンお願いいたします。それではやっていきます。というわけで S ランク限界突破コーチですね。まあ自分3枚しかないというね、もう少なすぎだろうって思う方もいると思うんですが、まあこちらの効果としては、まあどんな選手でも限界突破をね1回進めることができるというところがまあ効果になっておりますので、まあ非常にね貴重なアイテム、優秀なアイテムだというところでございます。まあただ入手法としてはなかなかあまりなくてですね、まあその辺の先に確認をしていきますと、まず一つ目がスピーソアですね。こちら毎月、まあ一回リセットされるんですが、まあ毎月一個ね、交換することができます。6万スピメダルで交換が可能になっております。デートが来た。で、S ランク契約書とかもね、交換したいっていう方もいると思うんですが、基本ね、まずは最優先がね、S ランク限界突破コーチと考えてください。で、まあ、それでもね、毎月6万以上、まあ、7万、8万とかね、全然溜まる方は溜まるっていう感じなので、まあ、しっかりやっていけば、プロスピのイベントとかね、やっていけば、まあ、こちらのコーチを交換しつつ、まあ、毎月ね、1万、2万とか、プラスね、貯金ができていきながら、まあ、3、4ヶ月に1回とか、それは無理だな。まあ、9万スピンならね、まあ、プラスで余った時に、まあ、S ランク契約書交換できると思うので、まあ、こちら余ったタイミングを、まあ、いい感じでね、シリーズの切り替わりですね、シリーズ1グランドオープンのタイミングか、まあ、シリーズ2完全移行のタイミング、まあ、こちらのタイミングで、契約書引いていけばいいのかなと思います。まあ、そうすると最新シリーズの選手をね速攻ゲットできるっていうところで、他の期間よりかはいいタイミングだと思いますんで、まあ、次は11月のまあ後半とかですかね、まあ、そのぐらいに今交換するっていうところで、まあ、今からね頑張って貯めていくといいのかなと思います。でちなみにスピメダルに関しては毎月どうですかね、僕一応あの獲得したものね、必ず記録はしているんですけど、5月に関しては 75,100 ゲットすることができております。で、4月が 61,540、3月が、あれ、飛んじゃったな。3月が、56,100、2月が 62,400 っていう感じかな。1月が 56,100 っていう感じですね。まあ、僕、リアタイね、1日2試合ぐらいしか全然できてない感じなんで、まあ、それもプラスでね、ゲットできる感じなんですよね。まあ、なんで、やれてる方だと、まあ、55,000 ぐらいは、リアタイなしでもいけると思うんですよね。で、プラス、ランク戦は1日、まあ、最大1000スピメダルね、獲得することができるので、まあ、30日間だとすると、1ヶ月3万スピメダルっていうところがありますんで、まあ、5万しかね、他で貯められなかったとしても、プラス3万でね、まあ、最大8万ぐらいは、まあ、いける月もあるよ、みたいな感じなので、まあ、もちろん、ゲントツコーチプラス、S ラン契約書ね、まあ、期間、何ヶ月かに1回は交換できると考えていいと思います。そして、イベント報酬ですね。まあ、各イベント、主にルーレットヒッターの累計報酬とかでゲットできたりとか、あと大抽選会とかでね、まあ、抽選当たればの話なんですけど、そこでゲットできたりとか、そういったこともあります。まあ、ただこれもね、まあ、稀に来る感じのイベント、まあ、毎月来るとかいうわけではないので、まあ、それもね、頻度少ないっていうところになりますね。で、最後には限界突破コーチ付きガチャになります。これ大体年に、まあ、6回ぐらいですかね。まあ、2ヶ月に1回ぐらいのペース平均すると、で、来るようなガチャになってますね。まあ、連続で来るっていうね、月もね、あったりすると思うんですが、まあ、そこから3、4ヶ月空いてからまた来るみたいなね。まあ、そういったこともあったりする、まあ、不定期なガチャとなっております。これもね、ゲントツコーチゲットできるっていう点でね、引いてもいいガチャ、おすすめなガチャの一つとなっております。余裕があればぜひとも引いてください。僕あんま引いてないっていうのもまあ少ない、まあ理由の一つですかね。ちょっとね、OB とか TS にちょっと欲張りしちゃいましたね。はい。では具体的にどの選手にすべきかっていうところで、まあ僕自身が誰に使っていったのかっていうところと、使ってミスっちゃったなっていう選手のね、紹介などね、していこうと思います。で、まず使った選手としては、ワールドスター大谷翔平投手が4回、佐々木投手3回、平松投手2回、大谷智久投手が1回、中川投手3回、古田選手3回、秋山選手が5回っていう感じですね。で、まあ、この、古田選手と秋山選手は、ね、同じ段だったので、まあ、たまたま2枚ゲットできたんですけど、まあ、イベントでゲットできる A は2枚しかないんで、まあ、それでね、まあ、がっつりね、5枚を秋山選手に追い込んだっていう感じです。っていうところで、で、まあ、ミスったなっていうところだと、古田選手ですかね。いや、優秀な選手なんですけど、まあ、僕自身、リアタイメインで楽しんでるから、ちょっともったいなかったなっていうところですね。リーグで楽しんでる方だったら、全然おすすめできる選手でございます。まあ、かなりおすすめな選手だと思うんですけれども、まあ、僕が極みにした理由としては、まあ、スピリッツ解放をして、リアタイでずっと正捕手として、代打も出さず使っていこうかなっていうところをね、
まあ、始めたての頃の、まあ、ちょっとミスった考えといいますか、まあ、古田選手だからテンション上がったんだと思うんですけど、そういった考えでね、極みにしたんですが、やっぱりスピード差がついてから気づいたんですが、やっぱ代打出したくなるステータスにね、スピード差がついてくるとなってしまうんですよね。まあだったらわざわざ極みにしたところで、代打出すのはあまりね、意味ないんじゃないかっていうところがあるので、まあ今思えばね、しなくてよかったなって思った選手ですかね。うん、だから本当とにかく長期的に使うかっていうところで、判断してもらうとわかりやすいのかなと思います。まあ、僕自身だともう使わない選手になってしまったので、まあ次ね、登場を毎年はしてると思うんですけれども、まあ、わざわざエナジー使ってね、ランキング走ったりとかするほどではないのかなと個人的にはね考えているので、まあ、だったらしなくてよかった選手でございました。まあ、ただリーグメインで楽しんでいる方であればかなり優秀な選手ですし、まあ、極みに継承ね、毎回できますので、毎年登場もしてくれる見込みがかなり高い選手となっておりますので、リーグであればかなりね、限度少し使う価値のある選手だと思います。秋山選手は若干もったいなかったかもみたいな感じですかね。まあまあしてよかったとはまあ思ってるんですけど、まあこちらに関してもスピード解放してずっと使っていこうっていう感じで極みにしたので、まあそういうところでまあ若干もったいなかったかと思っています。まあスピード差がついてきて、まあ67のミートがちょっと気になっちゃったんですよね。まあ67から多分50ちょっとに削れてしまうことがあったので、まあそうなるとなかなか打ちづらいなみたいな。パワーも申し分ない。走力もね、すごく良くて守備もめっちゃいいんで優秀なんですけど、まあ、スピード解放しなくてもいいかなっていう感じの判断になりました。まあ、今はダイソーからの守備要員っていう感じで使っております。まあ、ただ、こちらに関しては、特殊の効果があったために、まあ、極みにする価値はあったのかなとは思っております。まあ、これはレフト、ライトね、BT 規制今なってるんですが、元は69となっていたので、まあ、これがプラス特殊で上げられたのが大きかったかなと思います。まあ、こうすることで外野であれば BT 規制以上あると、後方の打球のジャンピングキャッチしてくれるっていうね、若干守備範囲が広まるっていうところがありますので、まあそういった点で、まあ守備でね、メインで使っていく選手と考えていますので、まあそこは良かったのかなと考えております。で、その他の選手はどうなのかっていうところで、まあまあ平松投手もね、ちょっともったいなかった感はあったんですが、まあリーグね、まあ覇王初昇格しようかなっていうところのタイミングだったので、まあ中継ぎ D っていうところで、ね、中継ぎも使えるっていうところで、まあ4回目までね、一応上げてみたんですけれども、まあこれはもう一時的っていう感じですね。まあこれはもう使わない感じの選手になっちゃったので、まあ、若干もったいなかった感はありました。でその他に関しては今後もね使い続けようかなと思っている選手たちです。まあ、本当にリアタイかリーグかっていうところのね、まあ、重きを置くところで変わってくると思うんですが、まあ、大谷投手、佐々木投手、長川投手などねリアタイ使っていこうとずっとね使い続けようと思っている選手たちなので、まあ、やっぱり一回使って原凸コーチがまあ長くね、まあ、活かされるっていうところで、まあ、長期的に使う選手は原凸コーチ使う価値があると言えると思います。まあ、なんで、まあ、ざっくりとね、TSOB もしくは現役、どっちなのかっていうところで言うと、まあ、やっぱり TSOB の方が、まあ、A ランクが手に入らないので、限界突破、コーチね、使う価値は高いとは言えるんですけど、毎年獲得するか、まあ、この辺が結構大きいのかなと思っております。まあ、今言ったように、毎年獲得しないと考えているのであれば、まあ、その限凸した意味が続くっていうところが若干期間がね、短いので、まあ、気持ち、他の選手に比べて、まあ、効果がね、弱いのかなと思います。まあ、ですが、毎年獲得するんであれば、極みで継承できますし、なんならイベントで A ランクも手に入ったりして、称号のチャンスとかも出てきて、まあ、さらに強化もね、できるパターンもありますので、TSOB 選手だったら、毎年獲得するのであれば、凸コーチね、追い込む価値は高めなのかなと思います。まあそういったところで最近だと TS 福留選手であったり、まあ OB ね、古田選手とか、まあ各年ですけど城島選手とかは、まあ能力が非常にね、そのポジションで高いので、まあおすすめな選手かなとは思います。で、現役選手どうなのかっていう話なんですが、まあこちらも、まあやっぱり A ランクでなるべくしていきたいところではあります。まあ A が手に入るっていうところでは、そっちで代用できれば間違いないんですが、まあこちらも非常に強い選手であれば、全然使ってもいいのかなと思っております。例えば、今も言いましたが、同ポジション内で、まあ、替えが効きにくい、圧倒的にちょっと能力が高いな、抜けてるな、みたいな選手。そういった選手は割とおすすめかなと思っております。例えば、ショートで言うと坂本選手であったりとか、キャッチャーだと森選手であったりとか、まあ、センターね、最新の柳田選手であったりとかね、この辺に関しては、まあ、ちょっと圧倒的な感じですので、原凸コーチ使う価値はある選手だと思います。まあ、これも長期的で使えるかっていうところですね。まあ、やっぱり、まあ、非常に能力高いっていうところで、まあ、来年もね、もうその急になんか能力ダウンっていうところはね、まあ、ないと思える選手だと思いますので、まあ、トットコーチ使った効果がね、続きやすいっていうところがあると思います。で、プラスアルファ、まあ、特に称号とかで一気にね、まあ、使い勝手良くなる、強くなる選手とかは、より優先度高いかなと思っております。まあ、最新版で言うと、菅野投手とかに関しては、もう、デフォルトだと、制球型っていうところになってるので、まあ、オール A のは非常にいいんですが、まあ、その、何々型っていうところでは、
称号つけないとちょっとね、特に初心者の方であると、コンボにね、余裕がない方だと、あんまりなんか、絡んでくれなくて、ちょっと、っていうところだと思うので、まあ、できれば称号で最低でも9位型に持っていきたい選手かなと思います。まあ、なんで、称号つけたいっていうところでは、まあ、早くね、幻凸コーチでね、極めにしちゃうっていうのも、まあ、ありな選手の一人ではあるかと思います。で、あとは、まあ、デフォルトバージョンであれば、丸選手とかに関しても、まあ、ミートパワー AA にしたいっていうところで称号が必要だったりとかね。まあ、同値にしやすい感じでね、毎年出ていますので、まあ、そういう選手、山田選手とかもかな。まあ、今だと総力型は避けられないんですけれど、まあ、ミートを A に乗せたいとかね。まあ、次のシリーズだったらね、称号で同値可能とかもあり得るパターンもね、あると思うので、まあ、ちょっと成績まだね、ちょっと乗り切ってない感じなんで、ちょっと最近ホームラン打ちましたけど、まあ、微妙なラインですけれども、まあ、そういうね、称号をつけたら一気に強くなるみたいなね、全同値になるとかね。そういう選手とかは、よりね、効果があるので、凸コーチ使う価値があるのかな。ずっとオーダーに入り続けられる選手だと思うのでね、スピーツが高ければと思うのでいいんじゃないかなと思います。僕も石川投手めっちゃ迷うんですよね。まあ、その称号をつけられたら、やっぱりその同値が決まるとかね、9位型に持っていけるみたいなところがあったりするんで、まあ、つけていきたいし、あと中継ぎとかね、その抑え適性、サブポジが、起用がね、可能になるとか、そういう選手も比較的ね、凸コーチ使う価値があるかなと思うので、まあ、こういう石川投手では凸後ね、必要になるので、そういう意味でもね、限界突破してもいいのかなとも考えております。まあ、けどちょっと僕ね、まだね、余裕がなくて、ちょっと一旦様子見てる感じですね。まあ、今絶対リーグで超強くなりたいとか、そういう感じではないので、まあ、その勝負をかけたい時に、まあ、どの選手を優先的に突出するかっていうところで、まあ、一旦ね、温存してる感じです。ちょっと大野雄大投手とかに関してもね、まあ、コストリーグなんなら、多分今後はね、リーグだと使う感じだと思うんですけど、まあ、スピ解放してリア台で使う兼、まあ、コストリーグで使っていく感じの選手ですし、まあ、あと森選手は、ま、最新版を取ってからね、突したいので、まあ、それまでちょっと一旦、まあ、保留っていうところで、まあ、A ランクね、まあ、獲得をちょっと待ってる感じなんですけど、で、あとは山本投手とかに関しても突4っていうところで、まあ、最新ゲットしてから、まあ、この辺は考えていきたいかなみたいな感じで思っております。まあ、今ね、リーグオーダーに入っているわけではなかったりするので、まあ、千賀投手もですね、まあ、その辺もあるので、結構難しいとこなんですけど、まあ、状況次第でね、絶対使いたいっていう、使いどころのタイミング、大会とか、最強決定戦とかその辺で、まあ、考えていこうかと思っております。言うてもね、その前に、まあ、A ランク集める努力をするのがね、まあ、一番手っ取り早い感じにはなりますね。結局はこの土台がね、できてないと、まあ、上に行きづらいんですよね。まあ、どうしても。台が来ても極みにできるっていうのが理想だと思うんですが、まあ、ある程度の主力選手は、まあ、ほぼほぼ極みにできますよっていう感じにしていかないと、ガチャでね、いくらいい引きをしたとしても、まあ、スピリッツ的にね、まあ、超にしか行かないとかだと、まあ、リーグでね、まあ、かなり上まで行くとかに関しては、まあ、大補強っていうと、まあ、ちょっと補強ぐらいにしかならないみたいなパターンもあるので、まあ、ここがね、本当始めたての歴が浅い人が、まあ、大変なところかなと思うので、まあ、またドリームキャラバンとかね、頑張んなきゃなっていうふうにね、改めて僕自身も、はい、思いました。足りないですね。はい、というわけで今回は凸コーチの使い道というところで、まあ、どの選手に使うべきかの話をしていきました。まあ、言うても難しいところですよね。結構ね、僕自身も悩むので、まあ、難しい問題だなと思うところなんですけれども、まあ、一枚引いて終わろうと思います。若手とかね、考えると難しいですよね。若手選手がこの後どうなのかっていうところはね、予測が難しいと思うので、悩むとこっすよね。まあ、言うてもまあ、長期的にやっちゃいません？このゲーム。バカ面白いっすよね。だから、なおさら、もう面白くてやめられないと思ってる方ほど、まあ、長期的な目線で、凸コーチね、誰に使うか考えてもらえばいいと思います。まあ、僕自身もね、そのバイトの店長がやってて、え、店長何やってんすか？あ、そのゲームやってんすね。つって。あ、僕なんか昔ちょっとやりましたけどね。みたいな感じで。でも今、対戦できなきゃやらないって言われて、え、対戦あんすか？みたいな感じでね。始めたんで、そしたら気づいたらね、やめられなくなっちゃったんで、動画始めようみたいな感じになっちゃったんですけど、まあ、だからこそ、そういった方は長期的にっていうところでの話をさせていただきました。はい。参考になってれば嬉しいです。では、また無課金初心者の方向けにね、強くなるための情報を出していきますので、よかったら、チャンネル登録、グッドボタンお願いします。では、ご視聴ありがとうございました。